2019年のドラフト会議、ドラフト前から隠し玉と呼ばれた選手がいました。山崎麻希選手、楽天から育成ドラフト3位指名されたハワイ大学出身の選手。山崎選手は東京国際大学からハワイ大学に編入、3番ショートとして大活躍。アメリカのリーグで2年連続で打率3割をマークした好打者です。ハワイ大学は18年間で50人以上のプロ選手を輩出した名門、その名門で野球した山崎選手に本日は取材をいたします。驚きのアメリカの野球観でした。今日はですね、ハワイ大学に来ています。こちらにいらっしゃるのがショートを守っている麻希選手です。山崎麻希です。ハワイ大学4年生です。アメリカの大学のリーグで何割打ってるんですか？はい、去年は3割2分5厘、はい、51試合シーズンとあって、はい、3割2分5厘の成績を収めました。すごいですね、3割打ってるんですか？そうですね、球が速いんですけどストレートが結構多いんで、はい、合わせやすいっていうか、去年一番速いピッチャーで99マイル。めっちゃ速いです。そうですね、クローザーなんですけど、はい、平均は145、91マイル、はい、ぐらいの平均ですね。そのムービング系とかあんまないですか？ストレートがツーシームしたりするんですけど、ああ結構慣れてきてる感じですね。スカウトウィークっていうのがありまして、はい、紅白戦にスカウト20球団ぐらいからがバックネット裏で見て、はい、クエスチョネアっていう、はい、質問書みたいなのを、はい、日本でいう調査書みたいな、そうです、調査書、はい、そういうのをもらって、はい、ミーティングみたいなのしてみたいな感じなんで、でじゃあそれもプロ行く意思はありますよって書いた。そうですね、なんかすごいいろいろ質問があって、はい、40質問ぐらいあって、はい、あとメディカル的なのも聞かれるんですけど、医者の、はい、承諾みたいなのも必要ですし、そうなんです、ね、どういう怪我を今までしてきたかっていうのも、はい、全部書かなきゃいけないので。アメリカに重視してる数字とかってあるんですか？OPS は結構見られますね。ただそのスカウトが見てる中でこの人は足速いなとか、この人は肩強いなみたいなのは結構光ったりします、ね、それで目つけてもらうかもしれません。なぜアメリカの大学に進んだのかなっていうのを、メジャーリーグ両親が大好きで、はい、それでメジャーリーガーに憧れていて、その躍動感がある、はい、そういう野球を見てみたいなと思って、1年間日本の大学行って、その次の年に留学に行って、はい、でそこのオフィス行ってトライアウトさせてもらって。じゃあハワイ大学は普通にトライアウトしないと入れないんですね？そうですね、はい、トライアウトかスカウトされるか、大体もうスカウトがほぼですね、はい、でそのアメリカ実際来てから、はい、日本と変わったこととかってありました？もう練習も、はい、まあ長くて2時間、短くてまあ30分とか1時間ぐらいなんで、めちゃ短いです、ね、そうです、めちゃくちゃ短くて、はい、こういう紅白戦の時とかは、はい、ちょっと長いんですけど12イニングぐらいやったりするんですけど、そのバッティングと守備の時だけっていうのはもう人数も少ないんで、はい、35人指定されてるので、それでまあ1時間2時間ぐらいでパワッとやってパワッと思って、それで自主練です。あとなるほど、その取り方とかそのインパクトの仕方とか、はい、全然日本と違うって部分ってありますか？このコーチからいつも教えてもらってるんですけど、はい、ちょっとコーチよろしいですか？ツーストライクアプローチ、ツーストライクアプローチ、いや、ツーストライクの時はバットを短く持って、はい、もう三振が大嫌いなので三振をしないように、はい、股を広げて、はい、ノーステップで打ったり。おお、うちのチームもいますよ。あ、本当ですか？はい、あとはちょっとステップして、自分こっちのタイプなんですけど、ちょっとステップして、はい、打つっていう、早めにタイミング取って、はい、三振しないようにっていう、そっちの方が打率上がるんで、このコーチは Delay the decision, so contact here instead of there. No strike, two strike. でもなんか意外ですね。なんかもう本当にホームラン全部狙いみたいなイメージあったんですけど、ただ結構大学野球も、こっちの大学野球結構バントとかもよく使うんで、あ、そうですね、さっきもバントしてるなと思って意外だったんですけど、はい、ヒットエンドランだったり、はい、まあバントエンドランだったりいろいろしてますね。あ、なるほどですね。そうです、やっぱ守備の時に、はい、結構ハンドリングで行こうとしてることが多くて、もう自分の手だけでやるのが多かったんですけど、はい、こっちに来てなんか体をしっかり使ったり
するっていうことをやっぱりすごく学びましたね。結構打球強いんで待って取ったりもするんですけど、これだと弾いた時にもうどっか行っちゃうので、はい、そういう時に結構あだって手だけでいくとじゃあもう弾かれちゃうんですね。そうですね、そういう時もあるんで、あなるほど、やっぱ全身を使ってっていうのが一番大きかったですかね。Downward swing that we teach in Japan, which I think he'll like what I say, is the most natural path. And I think the natural swing for a baseball player has an uphill pendulum, kind of a natural arc to the path. They create contact way out front here where they're very weak. And so they can take the same swing and get it when they're stronger. A little bit more around their front foot is where we try to teach our guys to make contact.And now they can catch it strong and still have a little bit of lift so they can drive the ball into the gaps and hit for a little bit more power. I think swinging this way is very unnatural. And I think the chances of, I think guys swing this way to hit the ball on the ground because it's a harder play to make. But I think when a ball's coming in this way and the bat's going this way, downward, I think you have a lot more chances to hit a pop up.It's like, don't hit a ground ball, I'm going to swing down, and now you're clipping the baseball that's coming in, and you can get up high trajectory. So I think for us, and I think most kids swing the same way their entire lives. If you give a five-year-old a bat, he's going to grab it, and he's going to create a little bit of a path that's a little bit uphill with a little bit of a natural kind of a pendulum going through the zone. But for us, first and foremost, we want to have our barrel in the zone as long as we can, even with a little bit of an uphill path.I think it's important, give yourself the best chance to make contact. How long can we keep that barrel in the strike zone? And I think the last thing I got is a lot of young amateur hitters, their hands will go that way first. So they want to make their initial move this way and then they're very weak. So we talk about keeping the shaft or the barrel of the bat close to our shoulder. So now I can be really, really strong. 日本だとこの横からこういうポイと振って T ポッポッ T ってあるんですけど、どう思いますかその練習は。 Well, I don't think you'll ever face, you'll never have an at bat where the guy's on the side, but I also think it's a good training tool, you know, but I always am much more of a fan of everything coming from straight ahead because that's where it's coming in the game. I've watched a lot of Japanese on Twitter and Instagram and it's everything's so fast, you know, it'sAnd they're drilling it very, very quickly. Whereas what we try to talk about is you've mastered one pitch, next pitch, one pitch at a time. And I think the stuff that I love the Japanese schedule. I love how specific they are. But I also think the stuff that I've seen is very quickly. And for us, I like the guys to take a swing, evaluate it, remember how they felt, and then go get the next one. Oh, yeah.I think the side toss can be a little too much, too fast. I like the T more than side. でもそれで言うと、日本の場合だとこの速いやつっていうのは体のキレを出すみたいなのでやってるんですよ。あのアジティの代わりにこれでやるっていう。Which makes sense, you know. I know for us, I always like. I think the baseball how it spins tells you a lot about how your path is.If your path is the ball, topspin. If you're really, really long uphill, the ball goes straight up. You know, so I like to have the guys, even if it's from the side, take the swing and watch how the ball fades or stays straight or does it have topspin or backspin. Because I think you can back up the flight of the ball and you can really learn a lot of how the bat works.You know, if everything's got side spin, his hands are probably starting this way first, and he's hooking it. You know, and if it's got fillet, side spin the other way, he's probably push. You know, there's no fluidity. So if it's kind of inside out spin, generally our hands, we're not getting separation, so our hands are coming in from here. When you're hooking it or slicing? Slice. ちょっとこのボールを
公式ボールを特にホームラン打球上げたいときに感覚ですけど、ちょっとこう確かに ダウン軌道でボールを切って押し込むような感じはあるんですよ。そういうのはこっちではないですか？ We try to talk about being able to be strong at contact in a bunch of different as you have power, you have strength, you're able to if you can get it in the strike zone early, you're able to hit a home run on this pitch, this pitch, this pitch, or even sometimes this pitch before it gets out of the zone. And so now my path has started and now I'm just swinging. And if the longer this thing can go into the zone, the better chance I have. For these guys and college players, the less we talk about home runs, the better. Because the more these guys try to hit home runs, the more this happens. So we just try to talk about keeping the barrel inside the zone as long as possible. Try to be strong at contact, whether it be here, 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 or here, and be balanced on your finish. 低い打球ってことですか? Well, yeah, for us, we want to hit line drives. We say, make the infielder jump. So we want to try to hit line drives that are rising and climbing. そうだ。なるほどですね。余計にもこういうイメージある。But we would rather hit it hard on the ground because they can catch this one. Then they miss that one. They pollute the minds of college hitters. Because all these guys in the big leagues and they're 25, 30 years old, but they're still trying to hit line drives. But they miss underneath it and it goes out of the ballpark. When we miss underneath it, it's an out.We can talk more about driving the ball over the fence, but until they can do it. If they can take batting practice, and if they're driving balls over the fence, then I will talk to them differently than everybody else. But we don't have anybody on our team right now, and I always use the measure of if you can miss hit it out of the ballpark.You have real power. And we don't have anybody that's that strong yet. So, but I do think by hitting line drives in the middle of the field, I think as they grow and get stronger, those balls can be down the road. No question. Thank you very much. You bet. Thank you. Yeah, it's good. It's good battle. How much time is he? Yeah. We have to come to Japan. We said? He's very happy about the conversation. Yeah. He learned a lot. Thank you. Yeah, thank you. Appreciate it.You guys keep in touch with Mark. 今度もプロに向けての意気込みと今の自分の課題と教えてください。チームのためにも自分のためにも逆を残して頑張りたいと思います。個人的な今の課題は何でしょうか。個人的な課題は走塁面ですね。やっぱり去年自分でなんでドラフト選ばれなかったのかなっていう考えてやっぱり盗塁数がやっぱ大事だなと思ってその盗塁数を上げれるように。コーチに教えてもらいながら、頑張っていきたいと思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。キリギリスとアリみたい努力だって無駄じゃない昔仲間変わらないトラブル持ち込まない上がるレベル気分はいつも I'm so high、yeah. ハードコード飛び交ってる意見も最後は同じ楽しいひととき噛み締めてる君の隣クーサーあっても耐えたいけど立ちがいなければ一人じゃロンリー毎週末レッツケンパーリー余韻に浸って向かってく月曜日、yeah.